プレカレッジプログラムに参加して大学の授業の雰囲気とかどういったことを学んでいるのかっていうのを実感したいなと思って参加しました。毎回その新しい先生が来てくださって授業をされるので、自分がどの分野だったりどの先生の授業に向いてるのかっていうのも実際知れるかなと思ったので受けました。本校は基本的には卒業生の9割の生徒が明治大学に進学していきます。ただ明治大学といっても理系から文系まで全てで10の学部がある、まさに総合大学になります。高校2年生の時の校大連携講座というですね、講座があります。こちらは明治大学の先生が本校に来ていただいて、そして明治大学全部で10の学部のあるその学部全ての授業について生徒は受講することで自分の進学する学部を選んでいくという講座になっていきます。高校2年生のうちに自分の進路が定まってしまった生徒に対してプレカレッジプログラムというのを作っています。このプレカレッジプログラム、これを利用することによってそれを選んだ生徒たちは放課後に制服を着たまま明治大学のキャンパスに進んでいって、でその明治大学のキャンパスの中で大学生に混じって生徒たちは大学生と同じ、試験も受けて、そしてそこで得たいわゆる成績評価というものが単位認定のところまでつながっていくというのがプレカレッジプログラムの特徴ということになります。小学部のコースの内容をより深く知ってから自分がまだ知らない分野がたくさんあるっていうことに気づかされて、いろんな時事問題とかニュースとかに目を向けて自分から学んでいく姿勢が大切だなと思いました。自分に向いていること、興味があること、興味がないことを実際に一回授業を受けて他の人が知らないようなこともその自分の肌で感じて判断できるっていうのが授業を受けてよかったなと思ってます。